ムーリーエクスプローラーズの椿です。今回はですね、僕が SNS に写真を投稿する際に意識しているポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。 Let's go。 結論から言ってしまうんですけど、ポイントはテーマを決めて撮影するということです。で、テーマってなんだって話になると思うんですけど、ここからですね、僕が実際に投稿した写真を見ながら解説していきたいと思いますので、画面の方チェンジしていきましょう。ちなみにこれは佐賀県伊万里市大河内山の町並みの風景になります。はい。で、まず1枚目から解説しながらですね、やっていきたいかなと思うんですけど、まず1枚目ですね。これ1枚目になんでこの写真を持ってきたかっていうお話をするんですけど、まずですね、この大河内山の一番インパクトのある部分、風景をですね、かつ縦構図で持ってきています。これなぜ縦構図かというと、まあ、インスタのフォーマットがですね4対5のフォーマットになってまして、まあ、これが一番その主流になっているということで縦構図にして一番ベーシックな形を持ってきています。で、この大河内山のこの通りって結構有名なんですね。皆さんこう大河内山にですね立ち寄られた時はだいたいここでみんな写真を撮って帰られるということで、まあ、一番インパクトのある奥に山があって街並みのこの抜け感もあってっていうところで1枚目にこの写真を持ってきています。で、2枚目に行きますとこういう感じで、これ二分割構図になってますね、上と下で。なんでこの配置にしているかっていうと、まず上にですね広角レンズで街の全体像を見せてあげるようなニュアンスで上にワイドの絵を持ってきています。で、この下のところですね、下のところはですね、この大河内山の名物名産となるものをちょっとミドルぐらいの感じで持ってきています。まあ、ここは陶器が有名なので陶器をここにですね下のところにちら見せするような感じですね。で、かつ奥にボケたところに人がいることによって雰囲気を乗せることができます。まあ、これたまたまこの日雨だったので、まあ、ラッキーショットみたいなね、傘をさした人も入ってなんか雰囲気も乗っていい感じな写真になったかなと思います。で、こう続いて3枚目に行くと、ドドンとこの陶器のアップの写真が出てくると思うんですけど、これも2枚目の投稿で陶器をちら見せすることによって、あ、なんか絵柄が描いてあるんだなっていうのをこうふわふわっと連想させて、そこから柄を一気にバンと見せてあげるという意味で3枚目にこの写真を持ってきました。で、これも縦構図でしっかり寄って見せてあげることで、この陶器の美しさも同時に伝えることができているかなって思います。で、続いて4枚ですね。まあ、意識するポイントは似てるんですけど、まず奥行きのある写真ですね、上の構図奥行きのあって、で、かつちょっと一般の人が撮れる目線から撮ると面白くないので、ちょっと高台に上がって気持ち俯瞰してるようなイメージで、かつ抜け感を出しつつ構図を作っているっていう形ですね。で、この下の部分、これ結構平面の絵だと思うんですけど、これをあえて平面にすることによって奥行きがあるショットと差別化できるようなイメージで思ってもらったらいいかなと思います。で、かつこの人を少しだけ入れることによって空気感も乗ってきていい感じのバランスになるかなって思います。で、トントン行くんですけど、5枚目、これもですね、これも上先ほどと同じで奥行きショットにはなるんですけど、広めの道幅のショットと狭めの道幅のショットをわざとポンポンって並べてるような感じですね。道の曲がりカーブがそれぞれ違うので、これでちょっと違いをですね表現しているんですけれども、奥行き、同じ奥行きショットにしてもちょっと見え方が違うと思うんですよね。これ道の狭さ、先ほどもお伝えした道の狭さでちょっと違和感を演出しているっていう感じで、見ててもなんか見飽きはしないと思うんですね、このバランス的に。で、この6枚目に煙突の縦構図の写真を持ってきた意図なんですけど、二分割構図トントントンと切ってだんだん見飽きてくるんですよね。そこで一発縦構図でこの街の、まあ、インパクトのあるショットを持ってきたかったので、煙突の絵をボンとセンター構図で持ってきているっていう形ですね。焼き物の街ということなので、まあ、象徴になるようなストーリーを持たせた1枚をシンプルに持ってきています。
この7枚目も奥行きショットと、まあこれは奥行きも奥行きでちょっと緑が多めの奥行きショットっていうのをちょっと意識して撮っています。でこの下がお店ですね。お店の中に陶器がこう並べてある雰囲気、お買い物もできるんだなっていうのも同時に伝えることができるショットになってます。で最後、まあ、人が歩いてる縦構図の写真ですね。まあ、縦の幅が広く撮れる分また表現の仕方が変わるので、まあ、このバランスで上げていくのは結構おすすめの並びですね。まあ、これも象徴的なその山をバックに持ってきて、そこを歩いてる人たちで、かつ雨が降ってるんで傘をさして歩いてる人たちを捉えたショットになってます。はい、今バーッと喋っていったんですけども、この投稿ですね、僕が意識したポイントはまず陶器の街であるということです。このテーマを意識してですね、撮影することと、まあ、レイアウトを組むことでこの投稿に対してストーリー性が生まれて、そこからですね自分が一番伝えたかったことを表現できたかなと思います。皆さんもですね、このテーマを決めて撮影することによって写真の楽しさや写真をさらに好きになってもらえたらなと思います。はい、長々とお話ししましたがいかがだったでしょうか。今回の動画もねためになるなと思ったら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。